冬の軽井沢ね、よく作る料理の一つにピザがあるので、今日はその工程をですね、皆さんと共有してお見せしたいと思います。皆さんこんにちは、桜井太斗です。当チャンネルは長野県の観光、地方移住、軽井沢の生活についてお送りしております。チャンネル登録お待ちしております。本日はですね、軽井沢の生活シリーズということで、冬の料理の一コマをお届けします。軽井沢の冬になるととても寒くなるので、うちは薪ストーブを炊くんですよね。うちは料理をしたいなと思って、料理に使い勝手がいいアンコールという機種を選びました。天板でこう例えば鍋を作ったりもできますし、あと炉内の調理ですね、今日作るピザだったりとかパエリアだったりとか、あとステーキなんかもね、炉内で焼くとすごい美味しく作れたりします。ただまあ一番よく作るのはピザなのかなということなんで、今日はそのですね、工程なども含めてご紹介します。で、余談なんですけどもね、今日はちょっと新しい機材試そうかなと思ってまして、これ、三脚なんですけども、こうアームがですね、こう横にぐわっと伸びて、これ上からですね、撮ることができます。見えますかね、ちょっと多分これね、上から撮ったところの写真なんですけども、よくほら料理の動画とかで見るじゃないですか、この上からね撮るやつ。この機材をね、今日使って新しい映像表現にも挑戦していきたいと考えています。はい、ではまず材料を紹介したいと思いますが、まずはじめにこれかな、手作りピッツァの粉というものですね。株式会社諏訪角商店かな、諏訪角商店かな、なんかね、諏訪っていう名前にもかかわらず長野県長野市の会社ですけれども、普段はね、強力粉と薄力粉を合わせてやったりしてますけれども、まあこれを買っていけばね、そういった手間を省くことができるので、ちょっと今日これ初めて試すんで、後で感想なんかも言いたいと思いますけども、それから、砂糖と、塩ですね、ちょっと中身は別にこれ普通の砂糖と塩なんですけれども、そして、イーストというか、まあ私はですね、この酵母を使ってます。酵母ですね、酵母、それから、オリーブオイルですね、オリーブオイル、こいつはね結構でかい、1リットルぐらいの瓶を買って、使ってますけれども、これオリーブオイルでしょ。それからまあこれ材料じゃないですけども、まあこういうのってね、分量が大事なんで、このスケールを、私はよく使ってます。ということで、これでスタートしていきます。では早速ですね、ボールですね。ボールはね、結構でかいものを使ってますね。まあピザなので、かなりこのこねる工程だったりとか、粉がね飛びやすいので、大きめのやつを、使うと使い勝手がいいのかなという感じです。そしてじゃあちょっとスケールでちゃんと測りましょう。よ、結構ボリュームあって 500g あるので、どうしようかな、ちょっと250でやってみましょうか。ちょうどね半分なので、どうだ、あーちょっと入れすぎた、260ですけども、まあまあ一緒、どうしようかな。続いて塩 5g、5g なんで、ちょっと260なんで 6g ちょっとかな、 6g ちょっと入れましょうか。続いてですね、イーストと砂糖を溶かして、もう水に溶かしてしまいますと、溶かした上で、練りましょうということです。まあぬるま湯がいいので、ちょっとねこれ薪ストーブの上にいつもこれ置いてるんですけども、これお湯がいつも常備されているということなので、何グラムだっけな、120g ということ、250だと、アレクサ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 、 120×1.25 は150g ですねはい、結構時間がかかりました。 150g、 まあそれぐらい暗算できるだろうって話ですけども、ちょっとなんか使ってみたいので使ってみましたイーストが5g なんで、まあ 6g ちょっと入れましょうか。57、結構入んな、はい、こんなもんか。続いて砂糖少々、砂糖少々か、結構少々っていう表現困りませんか、
これがね小さじ1なのか一つまみなのかよく分かんないんですけども、まあとりあえず小さじ半分ぐらい入れてきますかね。はい、こんな感じです。ではこれを、これも混ぜちゃいますかね。こんなもんか。あ、結構白濁しましたけども。そして次にこれをボウルに入れて、ここからはね普通のピザの練る工程と同じですかね。で、測りはもう終わったので端に汚れないように置いといて、あとは練ると。で、練りながらオリーブオイルを加えましょうということなんで、オリーブオイルは 20g か。あ、オリーブオイル測ってきゃよかったな。まあ普段はね結構適量ですけれども、ちょっと今日は、撮影なんでちゃんとやります。ちょっと多いかな。はい、はい、これで一旦じゃあ発酵ですね。薪ストーブでピザを焼く場合ですね、このスキレットっていうのを使うことになるんですけども、これはね大体ピザって伸ばしてからなんかさらに乗せるっていうのがあるんですけど、これちょうどね丸いんで、もう私はねこれに直接ピザを乗せて伸ばすということをやっちゃってます。まあ、適当にこうちぎった生地をよ、こんな感じで伸ばしていくという感じになってます。ではこれからですね、この薪ストーブの炉の中にピザを入れていこうと思います。その前にですね、道具がいくつかあるんですけれども、これが五徳ですね。五徳、多分以前の動画でもこれ出したと思うんですけれども、炉内に直接ですねこのスキレットをボンと置けないので、こんな感じで一回置いてこの上に乗せる感じになります。では早速いただきます。どうですかこのチーズのまあまあまあかな。ちょっとね焦げましたけども、いい感じだと思います。なかなかこのもったいなのでトロッとした感じと、生地のパリパリな感じ、まあ家で作るピザとしてはまあ9大点かなっていう感じなんですけれども、若干ね今回初めての粉だったんでちょっと少なかったかな。もうちょっとね気持ち伸びる感じでかなりパリパリなんですけども、まあでもこんなもんか、こんなもんすかね。なんかねこのピザのね食感とかこの生地の厚さとかね、こう発酵具合って部屋の温度も毎回変わるし、粉の性質もねちょっと慣れていかないとわからないので、ちょっと今回は勉強させていただかなっていう感じですけども、まあでも悪くはないですよ本当に。この普通に美味しいマルガリータだと思います。この動画を見ていただきありがとうございました。いいねと思ったら高評価ボタンで応援お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。